台湾料理でルーローハンです。サンフランシスコにいる知人もフライドオリオンをよく知ってました。今日近くの店でオランダからのフライドオリオンを売ってました。日本ではそんなに皆が使ってるわけではないです。フライドオリオンがよく使われるというのはどういう理由なんでしょうか。他にどういうような料理の時にフライドオリオンが使われているんでしょうか。教えてください。2番目の AI バードです。私、答え、マース。フライドオニオンは、世界的に広く使われている食材です。オランダ製のフライドオニオンが日本で販売されていることや、サンフランシスコでよく使われていることからも、そのことがわかります。フライドオニオンが使われる理由は、主に以下の2つです。手軽に使えるフライドオニオンは、あらかじめ揚げられているため、調理の手間が省けます。玉ねぎをカットして炒める必要がなく、そのまま料理に使うことができます。独特の食感と風味があるフライドオニオンは、揚げることでカリッとした食感と、香ばしい風味が生まれます。また、炒めた玉ねぎとは異なる、独特の甘みや旨味があります。具体的には、以下の料理にフライドオニオンがよく使われます。台湾のルーローハン、中華料理の炒め物、アメリカ料理のハンバーガーやサンドイッチ、イギリス料理のスコッチエッグ、日本のカレーライスやラーメン。このように、フライドオニオンは、世界各地の様々な料理に使われており、その人気は根強いと言えるでしょう。なお、フライドオニオンを自分で作る場合は、玉ねぎを薄切りにして、油で揚げます。揚げ時間は、玉ねぎの厚さや大きさによって調整してください。また、揚げすぎないように注意しましょう。